新比駅は大阪府千南郡市に市長に存在した南海電気鉄道南海本線の駅。相対式ホーム2面2線の防線駅で1898年に南海本線が小崎駅から和歌山北口駅まで開業した際に新比村南東部の山中に設置された。開業当初は甲子・腰海道異性に位置する新比や都長は、 大川上流に位置する講子からの利用があった。しかし、1915年4月11日には、講子駅が常設され、1944年5月31日には、川崎重工業専修工場への輸送を目的とした棚川線が開業し、同線に新市町駅、棚川駅が設けられたことで駅の使命は終わり、旅客営業を廃止する。翌年には、貨物営業も、 廃止となり、駅は休止。1958年に正式に廃止された。現在もレンガ製のプラットフォームなどが残されている。プラットフォームと線路の間が広くなっているのは、昔行っていた貨物輸送のための抽選があったためである。なお、南海本線の電化時に新秘変電所が併設されたが、こちらは駅廃止後も稼働している。鉄道省課題募集。 作詞55番の歌詞にて、当駅が登場する。北口入れて走りゆく、南海線の道すがら窓に親しむ、朝風の深火はここよ、夢の間にただし、新日には吹け火とかなが降ってある。吹か火はもともと、吹け火と読まれ、不けを経て、吹けに転化した経緯がある。ありがとうございます。